会談ではプーチン氏はキム氏に砲弾や対戦車ミサイルの提供を求めキム・ジョーン氏は人工衛星や原子力潜水艦向けの先端技術、食料支援を求めるとされキム氏がウラジオストクに本部があるロシア太平洋艦隊のふ頭を訪れる計画もあるかもしれないということです。ということでリーさん、まあ、プーチン氏が武器が足りないのでということでキム・ジョーンに頭を下げて、はいまあ、その代わりに食料などくださいよという展開になっているという状況ですか。はい ロシアは本当に落ちこぼれてますよね。世界であの一番その貧しい国に何か支援を求めているというのは、はい、今のロシアの現状を表している。ただあの金正恩がもっと切羽詰まった気持ちなのか、はい、プーチンがそのような気持ちなのかね。ここをよく見る必要があるんですね。はい、あの私は北朝鮮がもっと焦っているような気がするんですよ。北朝鮮側が。はい。あの今 特に、ね、あの訓が困ってるんですね食料もないガ、うん、ソリンもないだから訓練もできない状況なんですね、まあ、そんな中で金正恩は10月に衛星再打ち上げを公言してるんだけれども今度失敗したら大変なことになるので、うん、おそらくその辺についてロシアの技術支援とかを求めている可能性がある。他にあの一番世界で今懸念されるのが 潜水艦核,核推進潜水艦ね核を搭載するだけじゃなくて、はい、核エネルギーであの潜水艦を動くね潜水艦技術をもらうのか、はい、あのロシアから潜水艦をもう借りてくるのかねロシアがそれを供与してもお、まあ、ロシアは全く困らないのでねうんそれがもしも現実になったらこれは本当にもう。 日本にとって大変有意識あの潜水まあ、あの二方が専門家だと思うけれども核 <laughs>、はい、潜水艦核推進潜水艦がいたら日本海とかにじーっと隠れていてね何か起きた時にあのあの奇襲的に攻撃できるので、うん、まあ アメリカとか国際社会がますます金ム・軍に対する圧力はね難しくなる状況ですけどうどうですうですす、ね、か、はい、あの今ですね、はいえー、ウラジオストックにはですねあの30隻ぐらいあのロシアの太平洋艦隊の潜水艦があるんですが、はい、あの実際にもう今、日本海はウジョジョなんです、戦線艦があのえ、えー。結局、ロシアにとってまだ不登校神話なんですよ。 やっぱりウラジオストックの港、年中使えるウラジオストックの港、他のあの不登校、バルト海はもうバルト三国、はい、NATO に加盟しているの敵国なんで、黒海はまさに今、戦場で、というと、常にウラジオストック日本海ルートというのを確保しなければいけないために、今、あのえー、10隻ぐらいの潜水艦ロシアの潜水艦が日本海に潜っています。はい 北方領土にはないです、北方領土にはないですウラジオストクとあの、えー、宗谷海峡の北半分を通って、えー、北方領土の真ん中を国後、うん、水道というのを抜けていくんですが、うんはい、常にそのルートを確保する、そのに対してアメリカも原子力潜水艦を日本海に潜らせて、日本も当然潜らせて。 攻め合合っっててるるしのぎ合ってるんです日本海非常に緊迫した状況の中で、うん、なぜこれはっていうとロシアは今日本海を守りきるだけの体力がそがれ始めてしまっていて、うん、そのために一部肩代わりを、うん、お前ら自分のことは自分でやれよとなので潜水艦まで対応してもあの潜水艦のりいないんであ、はい、あのまあ、若干あるんですけど大して、うん これはあの韓国も韓国もかなりまだまだ劣っているんですけれど潜水艦などいないんでどういうものであれば北朝鮮が使えて自分で守れるかただあのその時にロシアも駆け引きが常に中国との,あの天品をかけながら北朝鮮をやっているのでどこまで信じられるかも含めて実際にプーチンは、え。ー 金正恩に対して米確の指示を出して言うことを聞くならこれだけのことをしてやるぞという支援をしてやるぞというこれはあのやはりあの北朝鮮の核開発はもともとロシアの技術なんでその辺は太いパイプを金正恩としてもつなぎ通さなければいけないしあとはプーチンはこの極東を守るために北朝鮮の力を利用するという駆け引きだと思います、うん。なるほど